スサーナ・ディアス・パチェーコは、スペインの政治家、アンダルシア社会労働党の初期長、現在のアンダルシア自治州首相、カトリック教会の信徒、セビリアの自治体政府の配管校として働く、ホセディアスと、専業主婦である妻の間に4人姉妹の長女として、生まれた。市内トリアーナ地区に暮らし、スサーナは家族に、レアルベティスの試合を見るために、 エスタディオ・ベニート・ビジャマリンによく連れて行かれた。セビリア大学では、法学部に通い、給付奨学金を得る一方で、家庭教師のアルバイトや、自宅での化粧品販売なども行った。スペイン社会労働党の青年組織スペイン社会主義青年に参加した。1997年に、アンダルシア社会主義青年の初期に選出、学業は中断された。 1999年の自治体選挙では、セビリアの層の候補者リストに登録され、自治体市長にアルフレード・サンチェス・モンテセイリンが選出された。自身も議員に当選し、青少年、雇用担当に任命、後に人材担当となった。またトリアーロス・レメディオス地区の地区代表に選ばれ、2000年にセビリアで開催された東方三博士の行列に闘牛し、 クーロロメーロのバルタザールの紛争での参加を実現させた。2002年には同じくセビリア出身のホセ・マリア・モリーチェとエスペランサでトリアーナ・礼拝堂で結婚式を挙げた。スペイン社会労働党青年部での活動後、様々な政治的職責を務め、また党の組織担当の職責を担当した。2012年5月6日、ホセ・アントニオ・グリニャン・マルティネスによって、 アンダルシーア自治政府の首相府及び平等担当の閣僚に抜擢された。2012年7月14日から2013年11月30日までセビリアの党組織の初期長を務めた。スサーナディアスグリニャンが次の州首相を決める自治州選挙に出馬しないという声明の発表を受けて2014年7月4日にアンテケーラで開かれた党大会で 元州首相のラファエル・エスクレードの指示を得て、同党からの州首相候補選出のための予備選挙へ名乗りを上げた。2万1000人以上の祖英党員の署名を得たスサーナ・ディアスに対し、他の候補は必要な推薦人を集めることができなかったため、ディアスが唯一の候補者として予備選挙を経ることなく、州政府首相候補に決したことを発表した。 同年8月27日のグリニャンの辞任後、ソエーはスターナディアスを実習議選での同等州首相候補として公表した。2013年9月4日5日の両日に開かれた実習議会での州首相選出選挙で、ソエーと連立与党のアンダルシーや統一左翼から支持を得て58票を獲得、対する国民党候補の得票数は48票で、 新たな州首相に選出された。9月7日、ラファエル・エス・クレードホセ・ロドリゲス・デラ・ボルボージャ、マヌエル・チャベス、ホセ・アントニオ・グリニャンなどの州首相経験者や、元スペイン首相のホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ、財務、公共行政省のクリストバル、モンテーロ、社会労働当初機長のアルフレード・ペレスル・バルカバ、などの面々が列席した盛大な就任式典が行われた。 同年11月23日にグラナダで開かれた臨時党大会で98.6%の支持を得て、ソエーの新書記長に選出された。2015年1月25日、イルブ CA との間で締結されていた政治協定破棄を発表、翌日に実習議会を解散した。スサーナディアスは連立政権の不安定な状況とイルブ CA の閣僚について、 不信感を拭えなくなったと解散に至った経緯を説明した。他党はスサーナディアスが自党の党中央指導部入りを目指すための予備選に名乗りを上げるために選挙日程を一方的に決定したと非難したが、彼女は否定した。5月5日、8日、14日と3度にわたって行われた首相指名選挙においてスサーナディアスは反対多数で否決されたが、 6月11日に行われた4度目の首相指名選挙で、市民党の協力を得て、賛成多数で自治州首相に選出された。ありがとうございます。